はい、17年ぶりに沖縄に行ってきました。学生の時以来ということで17年ぶりなんですけど、今回はセントリア空港からですね、 LCC のジェットスターを利用して那覇までということで GK383 便、ジェットスターに関しては今まで45社ほど、利用してきた航空会社の中で初めて利用します。機材に関してはエアバスの A320、これはいわゆる LCC がよく用いる、小型の、ジェット機ですね。で、今回初めてということですけど、よく聞くのはフライトキャンセルやディレイが多い会社としてもジェットスターって知られてるんですけどね。で、実は早速登場してました。こんな感じで、案内機がありまして、いろんなところがね、ちょっと暇つぶしになりました。で、こうめくってっていろんなところでチケットなんかも買えたりもしたりもします。で、これぜひとも皆さん 4K のビデオカメラで撮影している 4K ガスに合わせていただければと思います。で、食事に関しては、機内食は別注です。ただオンラインネットで事前申し込みも可能です。短い2時間ちょっと、2時間、航路が2時間20分ぐらいでしたけど、短い時間ですので、そんな食べることもないじゃないんですけど、何かちょっと小腹空いただいたら、いろいろね、頼んでみるといいかなと感じがします。アルコール類の販売なんかもありますので、酒好きな人でもいいですね。で、自分はこれを事前に頼みました。クラッカーということで、それとコーラですね。酒はちょっと今回詳しく見たんですけど、事前に申し込んだところで美味しかったです。で、あとは、よく自分は窓側の席を選びます。それはなぜかというと、窓側から写真を撮ったり景色を楽しんだりするためです。三三の入りサッターにトイレに伺えて、その隣か隣の両方ともいたので、断りをいなければならないんですけど、特に短い時間のトイレ行くことない。これが一応33のハイレスの機内、機材は新しいです。A320 小型の Z ですけど、で、飛行自体は、気流が安定しないところ結構、走ったせい、結構揺れました。で、ちょうど今この、これがね、奄美大島のあたりかな、ちょうど沖縄の北部、沖縄の手前です。こんな感じで、窓からの景色楽しむことができました。で、久々の沖縄ということで17年ぶりですので、この景色をワクワクしてきたんですけど、ジェットスター、自分は悪くはなかったかな感じはします。ただ、フライトディレイとかキャンセルが多くてって話はよく聞くので、そういった意味での影響かなとちょっと思ってしまう時があるんですけど、私は問題ありませんでした。ちなみにこれは1万1500円になりました。